六本木ヒルズテレビ朝日本社、ビルテレビ朝日本社ビルは、東京都港区六本木に所在するビル。株式会社テレビ朝日の本社でもある。2003年9月29日日本放送が開始された。設計者は、プリツカー賞受賞者の牧文彦。指向は竹中工務店。ビル北側のガラス張り部分がアトリウムになっており、テレ朝ショップ、番組ディスプレイスペースと、 喫茶スペースを設置し、一般公開している。本校では、改築前のテレビ朝日六本木センターや、改築期間中に使用していた四つや、東洋町の放送センターにも言及する。大型スタジオである第一、第1、第2スタジオは、地下1階に、主に報道、情報系番組で使用されている第三、第3、第4、第5スタジオ、及び報道局内にある、 顔出しブースは4階に位置している。21、22、61、62、64、65、スタジオは、主に中継番組の生送出用サブや BS、CS の番組で使用されており、面積が比較的に小さい。テレビ朝日本社ビルの床面積は、他の在京キー局と比べ、比較的に狭いこともあり、旧本社のアーク放送センターは、 今も、スタジオとして運用されている。六本木センターテレビ朝日の前身にあたる日本、教育テレビは、開局当時に、などを、社屋の建設候補地に挙げていたが、アクセスの利便性と拡張ポテンシャルを考え、麻布材木町にある東映の敷地を、社屋の建設地に決定した。初代社屋の設計者は、久米建築事務所、志向は、清水建設。 1958年11月24日、日本教育テレビが本社社屋の竣工式を行った。当時の本館ビルは4階建て、中央のエレベーター等より西側の部分にオフィス部分を設置し、東側に第一スタジオ、第2スタジオ、第3スタジオ、第4スタジオと4つのスタジオを設置した。地下部分は社員食堂、空調設備、 電力設備のスペースになっていた。ネットテレビの社屋は、その後も事業拡大とともに増築を重ねてきた。1965年には第1別館が完成され、分散していた報道機能が集約された。1970年には事務所用の第3別館と第7スタジオが、1973年には地上を6階、 地下2階の第4別館がそれぞれ完成した。1979年にはテレビ朝日が取得した日課ウイスキーの元所有地にあるレンガ館、ツタ館の使用をはじめテレビ朝日が独占放送する1980年モスクワオリンピックを控えていたスポーツ局が入居した。また、1980年には六本木通りに面した社有地に地上を6階、 地下2階の六本木別館を完成した。1970年代末期、六本木センターは、本館、第1第5別館、本館事務所棟、新事務所棟、コスタ棟、レンガ館、大道具棟、リハーサル棟、中継機在庫など、合わせて13棟にも及ぶ建築群への発展を、遂げた。1985年には、テレビ朝日アーク放送センターが完成して、 テレビ朝日の本社機能一部が移転し、六本木にある本社敷地が六本木センターと呼ばれるようになった。新宿区若葉に立地し、スタジオ二つを有して1997年から新社屋完成までにつなぎして運用されていた。テレビ朝日が現本社ビルへ移転した後には、テイクシステムズ管理課の貸しスタジオとして2005年まで運用されており、その後は、 CS デジタル放送制作会社へ譲渡され、現在は、東急グループのポスプロ会社、イメージスタジオ109が保有している。収録番組を中心に、トゥナイトになど一部性放送の番組でも、使用されていた。江東区南砂にあり、四谷放送センターと同じ、六本木センターが解体されてから新社屋完成まで、運用されていた。ありがとうございます。